番大変な作業はやっぱり五徳のこそぎ落としになります。皆さんやっぱりご家庭で苦戦しているので、落としてほしい部分トップ3には間違いなく入ると思います。焦げを落とす、油を落とすのであれば、専用のアルカリ洗剤を使って60度のお湯を使って漬け込みをして、専用のヘラがあるんですけども、そのヘラで削り落としという作業が必要になってくるんですね。市販で売っている洗剤というのは基本的には中性洗剤が多いんですね。で、中性洗剤で漬け置きしてその後洗っていくっていう言ってもなかなか汚れというのは落ちないので、やはり業務用のアルカリ洗剤を使って漬け置きをして、その後こそぎ落としていくっていうのが、焦げに対して一番有効な汚れを取るための手段です。お魚グリルの中は煙でいぶされていて、で油が跳ねていて、でそのまま何年も使っているご家庭が多いので、やっぱりこの中の汚れを落としていくのもかなり大変な作業にはなります。強火弱火にするレバーの部分も、間がやっぱり少し空いてるんですけども、細い棒やブラシを使って洗っていきます。